ラストタイクームはアメリカの小説家エフ・スコット・フィッツ・ジェラルドの未完の長編小説。同名で映画家、宝塚歌劇団による舞台化もされた。最後の大きみとも訳される。本作はハリウッドの映画界を舞台とした作品で、作品に登場するモンドスターは初期ハリウッドを代表するプロデューサーであったアービング・タルバーグをモデルとしている。フィッツ・ジェラルドは 本作第6章の第一エピソードを書いた翌日の1940年12月21日、アルコール依存症から来る心臓発作で死去した。その後、友人でもあった文芸評論家エドマンド・ウィルソンが彼の書き残したプロットを整理し、1941年にザ・ラスト・タイクーンとして出版した。フィッツ・ジェラルドは この作品のタイトルをザラブ・オブ・ザラスト・タイクーンとしようと考えていたとされ、1993年の再版以降はこれに解体されている。フィッチェラルドは小説の題名に上長なものをつけたがる傾向があり、代表作グレート・ギャツビーという題名にも最後まで反対していた。グレート・ギャツビーや夜は優しいを抑えて本作を代表作に挙げる者も,もいる。 1976年に映画化、エリア火山の最後の監督作品。ロバート・デ・ニーロが、モンド・ースター役で、多摩豪華キャストが集結。劇作家、ハロルド・ピンターが脚本を担当。日本では長らく、ソフト化されなかったが、21世紀になり DVD 化、された。2014年、宝塚歌劇団、創設100周年記念の第二弾として、花組公演。 2014年2月7日から3月17日イーコール、宝塚大劇場。2014年4月10日から5月11日イーコール、東京宝塚劇場で開催。閉園作は、メガステージ、宝塚夢まばゆ。ありがとうございます。